クワガタじゃないもう。あ、ここはここはここは。夏は終わらない。夏盛りって感じで。夏盛り。タカソウです。アトムです。静岡支店部にようこそ。ということで、9月になりました。夏がちょっと残念ながら去っていきましたけど、うん、その中で株クは取れるかどうかっていうのを今回調査してみようと思います。うん、まだ夏は終わらせたくないんで、はい。いつものね、ところに来たんですけど、早速いる。早速いるよ。なんか、黒い。ノコギリのメスかな？ノコギリのメス。すげえ、いた。いるね。9月になってもいるわ。うん、夏まだ終わってないね。今日外気がですね、23度と、ちょっと寒い感じで、長袖でも大丈夫なぐらい。いや9月になるとちょっと蜂とか注意してね。この前ここで俺蜂と目が合ったからさ、本当に怖かった。あれだね、一匹目にいたせいでまだいるんじゃないかと思っちゃうね。うわ、すっげえ樹液出てる。ここ半端ねえな。いた？あ、クワガタじゃないもう。あ、ここはここはここは。あ、これメス？メスもいるね。ちょっとお邪魔しちゃった。お邪魔しちゃったかもしれない。あ、ちょっと。はい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 。いたいたいた。はい。オッケー、いいね。よかった。ま、あ、カブもいるじゃん。お、ん？ちょっと、気づけよ。カブいるじゃん。この木すげえ。あ、いいね、いいね、いいね。オッケー。はい。スジクワガタ。コクワガタによく似ているが、以下のことで区別ができる。大顎の内側につながったトゲ、さらに先端には小さな歯が。そして、小型であれば、羽に縦筋が入っています。上上、ほらほらほら、スカ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 。うん、いけるっしょ。ちょっと変わって。お、落ちた。はいはいはい、珍しい、はい、あのノコギリの大顎がちょっと違うタイプ。こんなのもいた。これ一応ノコギリペアできたな。うん、この木で4匹目だよ。偉大な木だな。すげえなこの木。でもやっぱ集まる木っていうのは決まってるのかもしれない ね。集まる木ってこの夏の経験上アリとかガがいやすい気がする。うん、あー、お、なんだっけかこれ、七不思。あ、そう、なんかちゃんと野生みたいなの初めてかもしれない。すげえ、七不思だ。ぱっと見は気づかないよ。木とか枝だと思っちゃう。いやー、七不思が見れるとは思わなかった。この木すごいね。3回目見に来たんだけど。七不思、別名七不思もどき。珍しい虫であるが、七不思のオスはさらにレアで、宝くじに当たるよりも見つからないという。はい、こんだけ取れました。チビメスカブ、うん、ノコギリ、キケ、なんだろう、これ八畳のこぎりって言ってたけど、これなんて言ってた。ハサミの形がちょっと違うやつって言ってた。言ってたよ。なげえな、すごい暴れる。なんかのゲーム。あるね、こういうゲーム。秋でもこれだけ取れました。まだ夏が続いてる感じがする。夏は終わらないよ。うん、このね、こういう旗に気持ち悪いぐらい虫がいて、あのライトがね、呼ぶんですよ、虫を。お、いた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 。どっち？おらおらおら、これこれこれ。え？すげえ。え？これなんだろう、コクワのメスかな。コクワだね。またいた。ここ裏切らない。これ3箇所目。さあどうでしょう。あ、でもなんかいる。あれ？あれ？いるいるいる。ムカデと一緒に、ムカデと一緒にいる。そうだよね。トビズムカデと一緒に、
に頑張れ。え？このムカデって動かないよね。動くよ。自然部。さすが。いやーいいね。これもココアのメスっぽいね。うん。すごいいたねここにも。やっぱここいるね。藤枝にある伝説の木。うわ飛び爪で動いた。うわ早っ。いなくなった。後ろ行った。この樹液に群がってきてんだねみんな。トビズムカゼ。トビズとはトビの頭の色が赤褐色で、その色がトビ色と言われることから来ている。噛まれたらとても痛い。経験済み。まだ夏だよ。まだ夏だ。夏は終わらない。夏盛りって感じで。夏盛り。え、俺夏盛りっていうロゴ作んなきゃいけないじゃんこれ。